ございます。急にすいません。おはようございます。ね、昨日できなかった。すいません、初めてから通知した。よかった？よかった？あれよかった？おはようございます。そう、本当に7時くらいからやりたかったんだけど無理だった。ありがとうございます。ボーリングのピンみたい。眠いね。寒いですね、今日も。昨日の夜寒かった。え？お久しぶりです。どこ行ってたんですか？おはようございます。そう、髪の毛も染めた。寒いですよね。ちなみにも出てないでしょ。頑張って詰め込んだ。で、今回3日間全部ズンに髪の毛決めてもらおうかなって思っちゃったりしちゃってる。お願いした夏に髪型決めて。だからズンプロデュースの髪型です。ね、待って、これ見てほしい。見て、かおりちゃんがさ、お願いしたらネイルしてくれた。ちょっと
小指がちょびんで、ここがゴツゴツで、これはここもちょびんちょびん。これリボンなの。見えにくいけど光の反射で。あら、リボン。可愛いでしょ。可愛いの。すごい上手ですよね。その子ね、うまくできないからって言われたんだけど、ね、全然そんなことなかった。めっちゃ上手。しかもめっちゃ可愛い。大満足。そう、かおりちゃんにやってもらったんです。めっちゃかわいい爪。こうしたの見える。あ、見えた。背景くらいって可愛いでしょ。やべ。見えてないよね。これセーフだよね。ちょい見えだったけど。かわいいよね。ですよね。お気に入りだよ。めっちゃかわいい。なんか本当ピンクか黄色で迷ったけど、黄色もいいねってなって黄色にしちゃった。ペンライトカラー、ペンライトカラーとかひまわりだけど、あの造花だけど黄色。ペンライトカラー白増加でございます。おはようございます。めっちゃ眠いよねってなっちゃう。めっちゃ寒い。え、その中ね、多分あれペンライトのカラーなんですよ。公式発表されたカラーだけだから、あれプラスひまわりの造花で、あとでツイッターとか
けど見てください、まつげよく見てください、寝癖がついてるから見てほしい。なんかね、まつげ寝癖ついちゃうんですよ。起きたら変な方向行っちゃってんの、いつも。なんかほんとふさふさ、治らない治らない治らないよ。まつげに寝癖がついちゃうんです。変な方向向いちゃうから、ここだけすごいスカスカしてこっち側に向いてる、こっち側に向いてるから、ここだけがスカスカしちゃう。最近は寝相があんまり、寝方があんまりよろしくないみたいで、まつげに寝癖がついてしまう悩み。ダメさ、めっちゃ右目こうやって潰してさ寝てるんだよね。だからさ、寝癖がついちゃう。おはようございます。目覚ましなったり、髪色いい感じですよ。見つけられるかな。どうだろう。でも1日目が新チームだから分かるかも。なんかこういう水着あるよね、ここにゴーグルつけてさ眠すぎる。あら、この後発見しに行きます。それはドキドキだ。優しい。ひまわりの雑貨5本持ってるから見つからなかった人に思うけど、優しい優しい。こっちあったり、こっちかも。
あれみたい、ストレッチマンみたい、レモンみたいなやつ。かわいいでしょ、本当にかわいいの。ちょっと恥じちゃって、めっちゃかわいいんです。見えるかな、めっちゃかわいいの。かおり、かおり先生がやってくれた。めっちゃかわいくしてくれ。なんか昨日の夜めっちゃ寒くて、そっからずっと寒いの。めっちゃ寒い。昨日のよりやばかったよね。寒すぎてびっくりしちゃった。おはようございます。普通に寒すぎた。思ったよりも全然寒かった。おはようございます。かおりちゃんのネイル本当に可愛いの。あのかおりちゃんのインスタのネイルあるじゃないですか。あれとかめっちゃ可愛くて、やってもらいたかった。ずっと聞いたらね、そしたらね、いいよいいよって言って明日やろうって言ってくれたの。めっちゃ優しい。言ったら、にしかもさ、ちょっとさ見て、目玉焼きにも見えるくない、お花かわいいって話した。昨日かわりちゃった。なんかちょっと目玉焼きにも見えるよねってかわいい。そろそろ時間だ。ランキング見ます。13位、ピースさん。12位、マスダくんさん。11位、めっちゃ天才さん。10位、タコさん。9位、チョコレモンさん。8位、くんちゃんさん。7位、ゴリポンさん。6位、さきさらへさん。5位、モンタさん。4位、ヒユさん。3位、シガーティーさん。2位、ワヒューさん。ワイルドストロベリーさん、おめでとうございます。ありがとうございます。朝から、しかも急に申し訳なかったです。ちょっとだけだけど、もしかしたら夜できるかもしれない。それでは、また今日の夜か明日お会いしましょう。ほんと急ですみません。またね。